西日本空輸株式会社は、九州地方を中心にヘリコプターを運航し、資材や旅客の輸送、空中河川、送電線の巡視、医療搬送、報道取材の受諾などを行っている会社である。1953年に設立された。九州電力のグループ企業の一つでもある。ICAO の航空会社コードは NSK。1953年12月に設立され、 同年日本に復帰した天み群島の取材で初飛行を行う。送電線のパトロールや物資輸送等、親会社の九州電力関連のフライトを軸としながら、1966年公開の007は二度死ぬ、1979年公開の戦国自衛隊では映画ロケにも協力した。1965年、 ヘリコプターを使用して、福岡行き、津島間に旅客輸送を開始、その後定期航空会社の路線就航により撤退をした。1998年5月3日から5日にかけて、佐賀空港開港イベントとして開催された、スカイレジャージャパンイン、佐賀に運航支援、地上展示、デモ飛行、遊覧などに参加。2002年からは、ドクターヘリを、 久ルメ大学病院を拠点に運行し、2003年からは、RKB 毎日放送、九州朝日放送、福岡放送、テレビ西日本の在福民放四局の報道ヘリ、及び、共同通信社、西日本新聞社などの運行も行っている。2012年1月に、熊本県、ドクターヘリ、同年4月に、宮崎県、ドクターヘリ、同年10月に、大分県、 ドクターヘリ、2014年1月に佐賀県ドクターヘリの運行を開始した。2020年3月にナタヘリポート開設に伴い、本社及び福岡基地を同所に移転した。西日本空輸所属のユーロコプター AS350BA。西日本新聞社の報道ヘリとして運用されている。2014年時点の保有機材は以下の通り。 ありがとうございます。